清澄高校麻雀部、この5人で全国へ行くんだ。やっぱり麻雀って楽しいよね。宮永さんを信じています。1点でも多く取り返す。いつも勝っちゃうのよね。似たシーンを見たことがある。生き残りをかけた決勝戦が今始まります。なんだ今の圧迫感。見せてあげましょう、最強だということ。まさかこのままじゃ終われない。麻雀を通してなら話ができる。だから私たちも友達になれたんだと思うんです。絶対に勝って全国行こう。勝つよ。サキ、あそこには怪物が二人。